ちの。何よこの風、強すぎじゃない。部長、立ってられないんだけど。ほいっと、キャルちゃんキャッチです。ありがとうペコリーヌ、危うく飛ばされちゃうところだったわ。キャルちゃん軽いですからね。もっとご飯をよく食べれば風にも負けませんよ。あんたらしいお気楽な発想ね。そういうとこちょっとだけ羨ましいわ。まあ見習いたくはないけど。でもどうしましょう、この風じゃ相手に近づけません。いいえペコリーヌ様、確かにあの風は強力ですが、常にあの勢いのまま吹き続けているわけではなさそうです。風が弱まるタイミングを見計らって全員で攻撃を集中させれば。いいですね、ならその作戦でいきましょう。タイミングを測るのは任せるわよ、あとは私たちが完璧に合わせてあげるわ。はい、私にお任せください。運用開始。あたりと仲良くしましょう。実証系学びを与えよう。やった天使、やっぱ悪意の天使さん、火の化身の降臨だよ。何をするんですか。我に続け、行動ゲット。もう一人の私、ミラーミラー引き出し、解き放ちます。コスモブループラス、何か現れましたよ。あれはこちらの姿を真似してるんですか。黒い風のせいだけでも手一杯だってのに、こっちの偽物まで出そうっての。これも儀式の一部なわけ。きっとそうなのでしょう。私は一度諦めかけて絆を手放そうとしました。自身の本当の願いに背を向けて一人を選んだ。ですが私は大切な人たちと再び出会った。そして絆は結ばれたのです。今の私にはペコリーヌ様やキャル様、主様、共に戦ってくださる心強い仲間がいます。再び結ばれた絆、偽物なのに断ち切らせはしません。へえ、言うじゃない。これは負けてらんないわねペコリーヌ。はい、心強いところをバッチリ見せちゃいましょう。お願いいたしますペコリーヌ様、キャル様、主様、見ていてくださいまし。私は必ずこの儀式を成し遂げてみせます。移動装置運用、大胆にいっちゃいます。メルティーデリルチャーム、あまりの仲良く実証で見たいです。悪意の天使さん、火の化身の降臨だよ。稲荷を解き放ちます。コスモブループラネット、好きで習った通りです。悪意の天使さん、火の化身の降臨だよ。二人と仲良く、もう一人の私、ミラーミラー、我に続け。行動ゲット、大胆にいっちゃいます。メルティーデリルチャーム、解き放ちます。コスモブループラネット、学びを与えよう。もうすぐ、あともう少しのはず。こっちももうそろそろ限界だけどね。戦いの終わりは近いです。あとは限界を超えられるかどうかですよ。私は勝たなければ。待ってください、一人で行っちゃダメですよ。ペコリーヌの言う通りよ、私たちは全員で戦ってるんでしょ。私たちを信じてください。心強い仲間を頼ってください。私は一人で焦って周りを見ていませんでした。皆様は私のことをこんなに見ていてくださるのに、こうして肩を並べていると心が落ち着きます。体の中から力が湧いてきます。ありがとうございます
ペコリーヌ様、ギャル様、主様、もう大丈夫です。じゃあみんなで力を合わせて思いっきりぶつけてやるわよ。ええ、私たちの絆の力を。美しさのために信念を解き放ちます。コスモブループラネット、美の光輪、悪意の天使さん、美の化身の降臨だよ。もう一人の私、ミラーミラー、解き放ちます。コスモブループラネット、もう大胆に行っちゃいます。メルティーレベル勝負、我に続け。共同ベーション、悪意の天使さん、美の化身の降臨だよ。大胆に行っちゃいます。メルティーレベル勝負、もう一人の私、ミラーミラー。